会場の皆さん、スタンドルナイトをお楽しみいただいているでしょうか。よろしければ夜空に顔を向けてみてください。今日は綺麗なお月様が出ております。おそらく明日十五夜を迎えますね。こんな綺麗なお月様が見守ってくれているスタンドルナイトでございます。さあ、午後1時から開催してきました堺ガールズデイ&カンドルナイト in 本郷台2015秋、いよいよ最後のプログラムとなりました。最後にご登場いただくのはトモコさんの弾き語りライブです。トモコさんは1年間のアメリカロサンゼルスでの音楽活動の後、このふるさと堺区に帰国して活動していらっしゃいます。スティービーワンダーなどを手掛けるボイストレーナー、グロリア・ラッシュに指揮し400年の歴史あるチェザリー発声提唱した唯一の日本人ボイストレーナーでもあります。優しい歌声の中にも力強さがあり、聴く者の心が癒されるというのがコンサートの後の最も多い感想なんだそうです。ぬくもりを感じる日本語曲5拍子